乗り動画サブチャンへようこそ。唐突にトラクターの映像からスタートしましたけども、今週ですね、もう今4月の後半に入るんですけども、今イチジク畑の方のですね作業は、まあ、先日あの施肥ですね、あと草刈りをやっているような状態で、もうすぐあの田植えの時期になりますので、まあ、今回の動画はすいません、あの田植えに向けての今白かきですねをしなくてはいけませんので、白かき用のまあハローをつける作業を動画にしたいと思い回してます。はい、すみません、ちょっとイチジクとは関係ないところなんですけども、一つ挙げておこうかなと思って撮りたいと思います。はい、では早速ですね、これはまあうちのトラクターですね。でハローの方はこの奥に実はあります。よいしょ、よっ、よいしょ、よいしょ、うん、はい、ということで今うちのハローはこの、これニプロさん、ニプロでいいのかな、このトラクターを買った時に新しく買ったものなんですけども、ニプロさんのウィン、ハローですね、ウィングハローかな、これは折りたたみ式のハローを使ってます。じゃあこれを取り付けていきたいと思います。ちなみにこんな感じです。折りたたみ式なので、両脇にこう本当は伸びるわけですね。いわゆる田んぼの外を補助以外ですね、歩く場合か走る場合は折りたたんで走ります。コンパクトになりますんでね。で使う時にはこれを横に広げると、そういう仕様になってますね。これでもう何年目だろう、もう 3、4年、4年目ぐらいかな、購入して。もう 1、2 年は歯はまだ大丈夫だと思いますけど、では取り付けていきたいと思います。では取り付けていきますが、まず最初にですね、これを下ろさないといけないんですね。よいしょ、でオンにして、これは今は、はい、今降りました。これで OK ですね。でここまあロックと解除があるんですけども、今はロックのままで OK なのでこのままですね。でよいしょ、ちょっとカメラの位置がだいぶ近い、大丈夫かな。ここですね。はい、でこれがまあ 中の線と接続されて電源が取れるような、まあ、これで操作するんですけども、ちょっと今の状態だとまだまずドッキングをさせないといけないので、これがちょっとね怖いので、ちょっと今ずらして位置を合わせて上げていきたいと思います。よっ、ブレーキは踏んでいるので OK ですね。カメラの中怖い。
接続ができたので、この足ですね、これを外していきます。まあ、ストッパーがついてるので、はい、こういう感じで外れます。無事取り外し完了ですね。よいしょ。まあ、あとはこの電気系統ですね、これを接続しなくてはいけないので接続していきたいと思います。はい、今運転席ですね、入ってきましたけども、ハローに接続する電源線と制御線は、トラクターの中にあります。で、この椅子を上げると入っているこの線になります。で、この線をこちらの穴ですね、これ外に出る穴になるので、ここからします。はい、こんな感じですね。よし、 OK。 はい、これ出てきた線ですね。で、こちらがここですね、こことここ、ちょっと見えないかな、かぶっててカチッと、はい、この2本で接続される。まあ、こちらにですね、他の線はあるんですけども、あ、そうだ、これもだ、これも接続しないといけないですね。これは外に、ここ見えないか。まあ、こちらの接続線はもともとトラクターのこの後ろに出てるんですね。これに接続する形になります。ちょっと無理か、片手では。いけるか、撮影しながらはちょっと無理か。うん、あ、いけそう。あ、入った、よかった。はい、こういう感じで、こういう感じで接続が可能と。なので3つなんだよね、電源線、この多分これプラスとマイナスですね。で、制御の線がこれですね。うん、これで終わりと。これで接続は完了です。はい、じゃあ接続は完了したんで、動作テストですね、したいと思いますんですが、もう少し前に出さないとできないんで、少し前に出してやりたいと思います。リモコンがないと動かないんで、リモコンですね。リモコン、これがハローのリモコンになります。こんな感じですね。電源があって、まあ、これウィングですね、開くと。あと冷気ですね、こちらのもっと大きくなるんですけども、冷気の、まあ、開くためのボタン、閉じるためのボタン、あと白書きと土引きのモードができるので、この切り替えのモードもついてます。電池は単4電池が3本ですね。じゃあちょっと入れていきましょうよ。ちょっと逆光で見にくいかもしれませんが、すいません。うん、これで、はい、電池も入りました。で、確認ですね。うん、電池はあるようです。じゃあ実際にエンジンをかけて動作テストをしてみたいと思います。こうか。はい、で、今はサイドブレーキ引いた状態になってるんで、ブレーキランプがついてる状態になってます。じゃあ実際に電源を入れてみます。はい、電源が入りました。じゃあ開いてみます。OK。 はい、今カチッという音がしましたけども、これで完全にウィングハローが開いた状態ですね。で、さらに冷気を広げてみたいと思います。
はい、これで冷気も開きました。 OK ですね。じゃあ閉じてみます。うん、 OK ですね。じゃあウィングの方を閉じます。これ押してる間しか動かないんですね。はい、まあ、こういう形で走行する場合ですね、こう閉じて走行します。片方ずつ開くこともできます。じゃあちょっとやってみましょうか。今閉じてるね。で左だけ開けたいので左でこれやると、はい、こういう形で左側だけ開けることができます。まあ右も同じですね。なので右に開きます。はい、こういう感じで開きます。これ最後ですね、カチンと言いますよね。ここまで言わないといけないんですけど、あと土引きと白かきモードがあるのでこれも確認します。はい、 OK ですね。これ土引きモードです。ちょっと分かりにくいんですけど、ここが動いてます。はい、これで、まあ、実際これが変わるんですけどね。じゃあ閉じておきます。はい、 OK ですね。はい、これで動作確認ですねできましたので、明日からの白書きがきちっとできるかと思います。